んちは、ぼくんゲームでございます。今回もウラプレイやっていきましょう。2019ということで、今回はですね、真ん中にある新アイテム、ポジション適正向上ある選手に使っていきたいと思います。適正の低いポジションをランダムで一つ最大の適正にする、薄い緑のポジションですね、あそこを濃くできる。そうすることによって選手の力最大限に発揮できて、かつですね、いろんなフォーメーションなどによる、選手の起用の幅が増えると。今回ね、どの選手に使うのか、こちらのレジェンドディエゴ・マラドーナ選手を使っていきたいと思います。マラドーナ選手のポジション適正のところがですね、センターフォワードのところだけ薄い緑なので、アイテム使用すると確定でね、センターフォワード、濃くなってですね、最大限の力センターフォワードで発揮できるんですけど、もう一つですね、ちょっと狙ってる部分があって、マラドーナ選手のね、プレースタイル、はい、こちらナンバー10というプレースタイル、これのまず効果がですね、 OMF、ST、CMF、 このポジションで起用するとそんなに動き回らずですね、どちらかというとパスでゲームを組み立てる司令塔タイプのね、動きをしてくれる。だから真ん中からそんなに動かない、っていう感じの、プレースタイルなんですけど、この範囲がですね、センターフォワードは含まれてないんですよね。OMF、OMF か ST の方でね、基本的には適性があるんで使わなければならないんですけど、そうだから、このナンバー10が自動的に発動しちゃうっていう感じなんだよね。センターフォワードで通常でも使えないことはないんですけど、最大限の力を発揮することはできない。やっぱ適性の部分が最初は低いんでね。ただ今回こちらのね、センターフォワードの適性を濃くしてですね、そこで最大限の力を発揮し、かつナンバー10というプレイスタイルを打ち消してですね、いろんな動きをしてくれるマラドーナ。そうだから、プレイスタイルの部分打ち消しつつですね、最大限で、試合の方で使っていくといった感じですね。コメント欄の方にもね、マラドーナ選手のセンターフォワードで使ったっていう方もね、何人かいたのでね、アイテムを使っていきます。早速マラドーナ選手にアイテムを使っていこうか。ポジション適正向上で、採点します。いきます。きたー。ということで CF の適正が最大になりました。そしてセンターフォワードで起用することで、ナンバー10というプレイスタイルを打ち消していく。高校中の方もね、CF で先ほど使ってるとか置いてるときは97だったんですけど、99に上がりましたね。能力はこんな感じですね。ボールコントロール、ドリブルともに99からのね、パス精度もめちゃめちゃあるんだよね。で、決定力98、フリーキック系のね、プレースキックのところもあります。カーブ能力高い、瞬発力90後半、ボディコントロールマックス99。いや、マラドーナやばいっすからね。これでナンバー10打ち消しのセンターフォワードでね、早速使っていきたいと思います。いきましょう、ゴー。さあ、センターフォワード最大適正総合値99、プレイスタイルナンバー10打ち消しマラドーナ使っていきましょう。オーマイガー、不調になってしまったが、不調を弾き飛ばしていこうぜマラドーナということでね、他の選手は調子かなりいいですね。オッケー、不調なんてね、マラドーナに関係ない。おお、FP オバメヤンがいる。クロップ監督ですね、よろしくお願いします。さあ、マラドーナ選手のレジェンドパワーでね、不調を吹っ飛ばしていきたいですね。そしてナンバー10プレイスタイルがね、今回センターフォワード、しようということで適用されないのでね、ナンバー10のないマラドーナ、どんな動きを見せてくれるのか、そこも楽しみにしながらね、試合頑張っていきましょう。さあ、お、いいね、ここでボールを貯めたいマラドーナ。いや、惜しい。あのね、ラインブレイク的な動きもね、やっぱりしてくれると思うんでね、ところどころ。いや、神、よーし、いや、神、よーし。そう、ナンバー10がないことによってやっぱ高い位置にね、いてくれるんで、マラドーナが。そこでためも作りやすい、かつゴールにとにかくつながりやすくなるからね、より驚異的になるという。で、決定力が半端ないんで、その決定力の高さも生かすという部分でね。怖いな、オバメヤン。バメヤンがめっちゃ怖い。あー、これ通んない、これ通らないんごらんか。目標はね、3点。 OKOK。 さあ、ナイス守備。いやー、トラップするみたいになってる。
出ないっていうね、しかも。クリバリ、あーい、サンキュー。さあ、こっから落ち着いていこう。一回カンテ当ててメッシ。これ溜めたい。マラドーナ。いやー、いい位置。この位置でかいよ、マジで。あー、惜しい。あの高い位置でかい。ほんと、ナンバー、ちょっと待って、早すぎじゃね？バミアン早すぎ。いや、マジでかい。ほんと、ナンバー、ちょっと待って、早すぎじゃね？バミアン早すぎ。いや、マジ？ちょっと待って、オーバーミアン想像以上なんだが、早くね？マジで早い。ピカチュウの電光石火張りに早い。ここに当てて、おー、いい動きしてる。このね、ナンバー10の時には見れなかったラインブレイク力みたいな、これがあるから、おー、いい動きしてる。このね、ナンバー10の時には見れなかったラインブレイク力みたいな、これがあるから、いや、いいね。そして決定力あるし、つー、センターフォワードマラドーナ、その強さ、とくとく。しかも不調ですからね、今回。それを打ち消していく。早い、追いつけないやつ。オッケー。とにかく、オバメにはスピード乗らせないことだな。オバメにスピード乗らせたらもう終わる。一発で。そう、まあ、ゲームメイクも忘れちゃいない、マラドーナ。もう一回自分でボール、うわ、結構ね、メッシー系のあの、一回パスサイド散らして、もう一回真ん中で、マイナス付近でもらうっていうね。ちょっと早いね、これ。バミアンのファーストタッチのタイミングを狙おう。オッケー、相手の逆をつく。よいしょー、入れ、おーし、ま、よいしょー、入れ、おーし、ま、マラドーナナイス。地味にあのルーレットね、ちょっとポイントになったっていう。いや、でも本当ゴールをね、取れるあれが上がったよね、確実に。ナンバー10の時で ST で使ってる時よりは。ナイスパス、神パス。オッケー、アザール、アザース、ナイスパス、神パス。オッケー、アザール、アザース、ナイスパス、マラドーナ。もう完全な両投型になったね。パス、そしてドリブル、ゴールも奪える。オッケー。まあ、プレイスタイルないっていうのもね、全然強いんでね。そう、もちろんラインブレーガーとかで裏抜けしてくれることとか多かったりもするんですけど、プレイスタイルないっていうのもいろんな動きあるからね。それにしてもね、センターフォワードマラドーナやばいっす。使用感半端ない。まあ、相手からしたら多分嫌でしょうね。高い位置に、しかもナンバー10なんで、ナンバー10なくなってるから。オッケー、相手読んでたね、さっき。そのまま行こう、メッシ。もう決めます。か、うわ、マジか。メッシの根幹が外れるだと。やばいぞ、カウンターだぞ。オバメを、オバメに注意。オバメ注意報。これ絶対オバメワンツー狙ってるから。あそこは注意ですね。いいね。フラスル。ダイレクト、うわー、マジか。ちょっと右足いっちゃったか。右足いっちゃったけど、あれ左だったら枠いってたかな。惜しい、オシリスの天空竜。さあ、いやー、またマラドーナラインブレイク的な動きしてくれてる。おーい、いやー、ここでこれまさかのあれかな、切断のパティーンかな。はい、ということで勝ちましたね。マラドーナすごく、使ってて楽しかったですね。いろんな動きしてくれて、足元もあれば、プレイスタイルがなくなったことにより、裏の部分も出てきて、
まあ、あとはそこからドリブルだったり決定力、マラドーナの良さ活かせたんでね、良かったかなと思います。ということで今回ですね、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ぜひですね、いろんな選手にポジション適正5条使ってみてください。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプラネット。